はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。ごあたたよ、本日もよろしくお願いいたします。本日ご紹介するのは、朝日飲料より5月8日に発売されたクリアラテフロム美味しい水。こちらご紹介したいと思います。こちらは、まず飲んでみましょう。もう透明です。もういいわ。でも、こう、ラテ、クリアラテ。いつもコーヒーだったらね、よく振ってくださいって書いてあるからよく振るんですけど。いただきます。今なんかもう透明ブームなんですけど、何でもかんでも透明ですよね。ちょっといただき、ちょっと匂い嗅いでみますね。あ、うん。あ、え？うん、普通に甘いコーヒーの匂いがする。え、いただきます。うん、な、これコーヒーです。コーヒーですよ。もう、うん、アイスコーヒーですよ、これ。すげえ、何これ。乳成分含んで、今ここまで来てんだ。もう、要はもう甘いコーヒーっていう、薄めたようなお味ですよ。うん、甘いコーヒーを、うん、だからさっぱりとして飲みやすい、まあすっきりとしてね、飲みやすい、美味しい水と、乳成分。これでね、600入ってます。これボトルね、これ600なんですね。まあ、一応見せながらご紹介したいと思います。こちらのね、大人向けの優しい甘さとすっきりした後味で、水のようにごくごく飲める新しいタイプのラテです。30代から40代の方を中心に、従来のフレーバーウォーターに対して感じている、もう少し甘さを控えてほしい、いや、もう少しカロリーを低くしてほしいというニーズに着目し、そのニーズにお応えするだけでなく、カフェインゼロ、脂肪ゼロをすることで、これらの摂取を控えたいシーズンでも気兼ねなく、お飲みいただける商品設計といたしました。で、中身は、お客様の期待値が高かったカフェラテの味わいとしています。天然水にコーヒー豆からエスプレッソ抽出した香り高いコーヒーエキスと生乳由来の乳製ミネラルを配合し、アサヒ飲料独自のクリアラテ製法により、これまで実現のできなかった、透明な液体でごくごく飲めるラテのようなコクを実現したという商品です。すごいね、今時代はここまで来てんのか。うん、なんかね、他社製品でね、ミルクティーとかね、レモンティーを透明にしちゃったけど、もうコーヒーを透明にしちゃったけど、すごいな。うん、でもごくごく飲めるんでね、美味しいですよ。うん、まあ、でもあれです、大人向けですからね、甘いのが得意な10代とか20代の人にはちょっと、何これ、コーヒーを薄めたような水じゃねえかって思われる。絶対思うから飲まなくていいですよ。うん、絶対そういう味ですよ。だから大人向けです、完全にこれは。うん、本当に書いてる通り大人向けなんで、まあ総合的に、大人的には4ですけど、まあ3で。ぜひね、大人向けのね、このクリアラテ、カフェインゼロ、カロリーライト、脂肪ゼロ、もうごくごく飲める、大人でも飲めるクリアラテ製法、ぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。じゃあね。